英語禁止の旅です。出ました、鎌倉行きます。来ました鎌倉。今から最初皆さんに3000円ずつ支給するんで、うん、1回言うごとにマイナス100円です。なるほどね。このナビ、あ、言えた言えた言えた。わー、すげえすげえ、すごいすごい。ラッキー、電車注意、ラッキー、来たー、言いました言いました、2回言った、2回言った。これはテンション、あ、やだー、2回言ったー、あ、言った。最初じゃあマラドン、やったー、嬉しい、レッツゴー、レッツゴー。これで解放。待って、俺めっちゃ減った、今のターンでめっちゃ減ったよ。すごいですよね、毎回確実に減っていくよね。ちょっとすごいコンスタントに減らせる。いや俺本当に後半何にも食べれなくなる、マジこのまま。ケイさん2580円、ケイさん2700円、うわー、裏手持ちだ。タケイさん1800円。いやちょっと待って、これマジでやばい、全然少ねえ、マジでやばい、本当にすぐ喋っちゃうんだよな。はい、鎌倉到着しました。やったー、いやーもう本当にザ鎌倉のところました、行くわけですよ、やっと。いう、ちょっと寒いからさ、ほらすごいよな、こんなにパーカー重ねる、パーカーのここ重ねる。じゃあまあ行きましょう、行こう、行こう、はい、寒いわ。なんかありました。いやいや、めちゃくちゃ面白い。どっかの今高校生なのかな、いや大人です、ね、大人が当日聞いた時にこんな真冬に3倍だ。だから言ったじゃん、3倍、いじられてるじゃないですか、めっちゃ知らない人のまさか、つぶやきでいじられてる、まさか。それも比較的大きい声だった。あの人だいぶ声でよくあれ言えるよね、あの人。面白。本当にありますか。あるよ、本当だよ。何じゃないの、全然ある、あるあれ。どこ、箱のうどん、マラドンだけよ。うわ、すごっ、絶対これ食べてほしい、これ。うまそう、めっちゃ、じゃあうまそう、これはない、受賞だったよ、なんか、わかんない。あ、怖いんだよ、急に始まったな、怖い。もう今のタイミングで、あの一番上よ、タイミング、あ、やばいやばいやばい、もうやめろ、喋るな、頼む、もう喋るな。頭ないだったら死にますよ、頭ないだったら死にますよ。あれを読んじゃうよって言おうとしたら、そっちだけ意識して、やめろ、参ろよ、ほら来ました、めちゃくちゃうまそう。でもめっちゃうまそう、ケイさんが一つ提案が、はい、これだと食べ歩きするじゃん、はいはい、でもうどん食べたいじゃん、うどん食べたい、1個頼んで、みんなでちょっとこう分けようよ、はい、これ1の、うん、ではこれが2でしょ、うん、はい、その誤差分誰が払うんですか。じゃんけん、うわうわ、マジで、ほんと、いや、俺もう負けたら半べそ書くかもしれない。ちなみに負けたら払えるんですか。ギリギリギリ、これ負けた人がセット。で、でもみんなでシェア、うどんはシェア。うわ、ちょっとずるってずるずる、それはもうだってさ、誘導したじゃん。いや、誘導したやん、誘導もよ、そう、何も誘導も何もないだろ、誰かを分けよう。俺も1600円じゃ頼むな、話すな、高橋さん、もう話すな。最初、グッ、ジャッケンポイ、おーい、しゃー、超嬉しい、うわ、うわ、超嬉しい、これ最初はグッ、ジャンケンポイ。はい、行こうでしょ。あっ、470円か、まあまあ、まあまあ、ね、5回分じゃん。本当はよかった、超嬉しい今マジで。まあ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 、ゆずうどん来た、めちゃくちゃうまそう、これ計算だ、計算、ありがとうございます。佐渡元うどん屋さんです、うん、里のうどんなの、いただきます。うわ、美味しそう、写真撮っていい、写真、うん、ちょっと危ないな。あ、そうか、まだだよ、完全に油断してる、これ以上言えない、この店払えなかった。いや、本当に本当に逃げるしかないから、ね、一人だけ食い逃げになっちゃうもう二度と出ない、絶対美味しいでしょ、うまい、まだ麺食べてる。
まあ、スープだけでもうまいんだけど。うまそう。うまそう。どうぞ。二回言ったわ。二回言った。きたー。めっちゃうまそう。ちょっとどういうこと？それが何ですか？白い魔法のこれ、うん、好きなだけこれに押しください。チョップスティック持ちましたね。聞いたことないよ。なんでややこしくなった。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまそうこれ。量すごいっすよ。そうなんですよ。意外とお腹いっぱいなんです。波だよねこれ、うん。めちゃくちゃうまいよこれ、タレがめちゃくちゃうまい。いただきます。うまいこれはうまいわ。マジでうまい。あうまい。汁がうまい。汁がマジででしょ。うますぎる。マジでうまいね。うん、今日は食べちゃう。知れてよかった。弘中さんの話をしてたんだよ。好きだよな、弘中さん。好きなの？ずっと話してる。まあまあ確かに。あの方は面白い。あの方、そこは別に普通にある。あ、でもあれ、あぶね。会社名は OK だよね。アベマ？それはアウト。あ、あーもうやばい。喋りすぎた。アウトはアウト。ちょっと喋ってなくない？いや今ちょっと聞いてるだけでしょ。話こうやってご飯食べて眠くなった。そんな子供みたいな生活ある？マジでもご飯食べるとすぐこのテンション。いや子供みたいね、このテンションじゃん。いやちょ、よかった今。よかった。罠やばいな。いや今とりあえず俺はもうこう出るまではもう危ないからちょっともう、まあね、閉めてる。ちょっと閉めてる。さすがにここで働かなきゃいけなくなるから。ただ働きね。はい、美味しかった。あ、ここでね。やっと帰り解放された。ただいま残額、はい、泣けなしよ。もう星さん、はい、1480円。結構、はい、まあなんだこんなもんだね。Kさん1330円。結構減ったな。うどんが効いてますよ。以上になったね。みんな高橋さん、はい、800円。はっ少な。これお札ないから。少ないお札あんの？あ、まあ500円玉があんの今。でもまだ食べられんね。まあ800円あるから。悲しい。これまだ大丈夫、うん、大丈夫。とりあえずわらび餅だけ俺はもうマジで本気で食べる。いくよ。うん、はい、ポジティブ。はい、オッケー。自分で自分を引くな。さすごいやらせ感あるけど。よし、じゃああれ今言ってんだよね。あ、今英語ケーキだよ。パンケーキ行こうぜ。この後行く。このケーキ行く。コーヒーとあードリンクと。コーヒーは確かに飲みたい。どこでもいいんでしょ。そこの小町通りで。ああ、いいじゃんいいじゃん。あそこね、通りが、うん、行こう行こう。おしゃれ。行けば今じゃあ一つちょっと、何、ボーナスチャレンジ。よー、何何何何来た来た。これなきゃもうだって貧乏人生活だ。特にどうじゃ好きだな。しかもなんか買ってるし、かっこいい。サイコロだよ。出た目サイコロは日本語かける100円なんで。これはちょっと出た目かける100円もらえるの。はい。おじゃあでかいじゃん。最大600円です。おー、でかいじゃん。これ一人めっちゃでかい。あ、一人一回ずつ。一人一回ずつ。あ、ちょっとできる。あ、これでかい。自分がそういうことか。おー、6とは言わない。4以上。6なんていう贅沢は言いません。マジで。マジで。やったよ。これじゃあいくよ。僕のはい。おお、ちょっと待って、そんなことあるの？ちょっと待って、これ、なんかすげえプレッシャーなんだけど。なんで二人そんなに。これでもみんなで楽しみたいんでね。そうだ、頼むよ。一人だけなんかビンカーとさ、なんかやりづらいから。やりづらいから、こっちも。いや、俺だって分かる。6だって、6でいいから。6でいいよ。6がいいんだよ。4じゃん。いきます。まあ、なんとも言えねえじゃん。なんとも言えねえ。しかも足、自分の足当たったし。それも嫌だし。まあいいや、まあいいや。1じゃないから。でかい、でかい。あれじゃないの？あ、ちょっと待って、急になるから。急に始めるな。こっからもう小町通りだもんね。こっから小町通り。はいはい。そうだ。ケイさんが食べたいと思ったらやつがいいんでしょ、やっぱり。そう。
ふわふわ、それはあれ本当だ、怖いんだよ、ちょっと怖いのよ一個一個が、やばいよ、ここは大丈夫です、何これ、何て書いてある、ここも訳せないね一個なんて言うんだ、入ってる、入ってるしか分かんない、牛乳の発酵したもの発酵したものを丸く包みました長っ個人ぐらいの人の量だよ、うん、歌舞伎町ぐらいだよリアルに、リアルに歌舞伎町の昼は思い出したらこれより今度ね、うん、うわぁ、しらす丼も食べたかったな、このせんべいあたり食べたい、これ50円だよ、カメラあるよ、最悪最悪ね、最悪チェーンで、あっ撮ってないし、しかもこの辺撮ってた全然、足元撮ってた、ってないからやばいわ、やばい、あれなんだ、あれか、あこれはセーフか、あっ、よし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 、やべえ、やっちゃったすごい昔ながらじゃないですか、いろいろ怖い、うまそうだよ、ホットケーキって感じなんですね、いいの、ちょっと行ってみます、いけるよね、いけるよね、大丈夫だよね、すごい雰囲気いいですね、めっちゃ美味しい、めっちゃうまいよ、ちょっとね、名前が勝ちだもん、名前が勝ちか、確かに絶対うまいじゃん、いきますよ、おしゃれ、あっまあ、まあ、まずは、ね、まずはなんか食べられるね、あでも、あ、でもいいじゃん、いい感じじゃん、いい感じだ、すでにたけしさんは二つ頼めることはもうないですどうしよう、これはもうこれ、うわ、何これいくの、あ、そっか、それがな、そっか、そっか、うん、いや、俺はいけないの俺はできないの、うん、俺1000円だから、あ、まあ、たけしさんが1000円、俺1000円、トシさん2080円、めっちゃ持ってんじゃん、ケイさん1830円、このセット行こうかな、2人ともセット行くんですか、その後のことちょっと考えてないけどとりあえずセット行きたい、あるものは今のうちに、俺飲むんだったら、セットセット2回やった、2回大丈夫、大丈夫だよ、まだ行けるよね、言ったまだ、え、でもどうなってんの、どうなの、食べられるの、1880円、あー、じゃあいける、俺どうしよう、これさ食べ終わった後さ言っちゃったらさ借金する